この前ね、去年の12月の頭の時ね、ちょっと僕飲むの好きやから、ちょっと外で鮮度飲んだんですよ。で、1軒目で鮮度飲んだらね、もうちょっと出来上がっとって、でもその時うち帰ったらよかったんですけどね、ちょっともうその勢いで2軒目行こうと思って行ったんですよ。で、2軒目行った時ちょっとトイレ行こうと思って、その店出てトイレ行ったんですよ。ちょっと用を取ったから、用を取ったらちょっとこけたんですよ。その時はまだちょっとバーってこけただけで何もなかったんですよ。で、その店出てからうち帰ったんですよ。で、うちの段差ってあるんですよ。段差でちょっと思い切りこけたんですよ。で、その時ね、思い切り打ったら、ちょっと脇腹を打ったんですよ。で、その時は何もなかったんけど、次の日朝起きた時、激痛やったんですよ。で、なんでこんな激痛かと思ったら、一日ずっと脇腹痛かったんですよ。ほんで、あまりの痛さで一日布団の中でおったんですよ。ほんで、トイレ行く時大変でしたわ、トイレ行く時。ちょっとそのトイレ行く時はちょっと思い出して、その時の道中しますよ。まあ、トイレ寝とって、これにして寝とったらね、トイレ行こうと思ったらね、脇腹痛って動けやんかったんですよ。ほんで、慌ててトイレ行ったら、トイレまで30分かかったんですよ。ちょっと放って行ったら。で、その日はもうそのまま痛さで、もう起き上がらんと終わったんですよ。ほんで、次の日、あまりにも痛かって、ちょっと病院行ってきまして。ほんで、なんと、肋骨折れてました。という話でした。皆さん、飲み